ないさいないさい。おはようございます。おはようございます。いやー、周平くんとついに、はい、ね、念願の三島湖に来ることができました。でかいの釣れるように頑張ります。えい、さすが。ありがとうございます。ノラネズミで釣れました。いやー、いいね。ドラム缶パターンいった。おー、ほんとだ。すっげえ、速攻釣れた。先生、先生ありがとう。はい、周平先生のレクチャーのおかげで速攻でボス逃れできました。なんかなんかちょっと上なんだよな。これ絶対やんなきゃいけないやつだけど、ちょっといつものにしておこう。なんか上すぎる感じがすんだよな、泳いでるのが、レンジが。これは、あ、でもこれ2分の1なのか。ちょっと一番自信の8分の3で 4.8 で1回やってみよう。そして大好きな甲羅から、なんだ。でもな、釣れんだったらもう釣れてると思うんだよねこれまあさ、投げ続けろって言ったんでね、途中でやめるわけにはいかなくなってきたからさ、釣れるまで投げます。だいたい俺のアクションはどんな、こんな感じかな。こんな感じだと思うんだけど、うん、ロールするのと、印象としてはこの 4.8 が押し出すこう波動がちょっと遠目にいるやつも寄せてくれてんのかななんて思って、38じゃなくて48を使ってんだけど、グッ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 って毎回水をしてくれてんのかなって。絶賛雨が降ってたとかそういうことじゃなくて、ああ雨の時はもっとさ派手な釣りで、まあ例えば58にしたりできるからコンディション的には OK なんだけど、結構こういう季節はジグストっていうよりどちらかっていうとライトテキサスのブルフラットとかで釣ってて、でライトテキサス使うのも飽きたなと思って、ちっちゃいとかかんないから、でも大会で3匹リミットとかだとさ、そういうのも取ってかなきゃいけないじゃん。その状況だとちょっと冒険しすぎかなって場合があって、この前も適当に釣れたから、結構動画でやってない時はほとんどジグストの釣りとかやってたんだけど、カッカッカッとか来んだけど、のないみたいな、スカーとかが多くて、まあそれでもね、一匹でも釣れてりゃキッカーだったのかもしんないけど、なんつうのかな、ほんとにね、どこまで耐えられるかの話なんだけど、35以下を切り捨てた釣りなわけですよ。だ、ああいうバスが見えてるとこにワームとか綺麗に丁寧に入れたらそれ釣れるのかもしんないけど、ああいるんじゃないのって言ってやんないっていうとにかくこのごっついガードを噛みしめられるのだけでいいっていう体の釣りだからまあまあ、まあ、数釣りはできないですよ。ただね、来たらね、結構やっぱいいサイズが来るんでね、11月に日本に輸入されて、こんなすごい釣りがあるんだって、大会で優勝者が出まくってるってのが11月ぐらいに出て、で本家アラバンはもうプレミアついちゃって5、6000円とかだったから、メガバスのやつかなんか速攻買って、でその時まだ頼朝ボートが毎月大会やってたから、そしたら結構優勝しまくって
あ、あの頼朝は、お、来た。でかいぞ。周平くん、タモー。ナイス、サイナイス、サイナイス。いける？いける？あ、いけないか。OK。えい。これこれ。そういうことですよ。これこれ。三沢。ありがとう。周平くんのリクエスト、はい、いやー、もうジグストですね。いやー、ちょっとこういうことです。うわ、すごい。これコンディションいいでしょう。いや、超元気、パンパンですね。ちょっとノンソルトの軽めのやつでずっとやってて、はいはいはい、初めて使って、なんかちょっと泳ぐレンジが違うなって言って、いつもやってる8分の3オンスに、はいはいはい、4.8 に合わせたらね、え、今日ちょっと苦戦してたから、はい、このサイズは値千金でしょう。貴重ですよ。でタックルが、はい、いつものレジスター 70H にグラビアスのリミテッドで、ラインをあの、はい、キムケンさんのライン、あ、オルトロスでしたっけ、オルトロス16、はいはい、この前買って紹介したのに巻き替えて、はいはいはい、ほんとね、なんか使いやすい。あ、結構あれなんですか、腰があるんですか。いや、柔らかい、しなやか。へ、俺が使ってるいつものよりしなやかで、あ、いいですね。すごい不安なく16本できます。47、ここつけてたよね。46センチ。あ、46ですな。素晴らしい。まあまあ、でもいや、お手本を見せる。ありがとうございます。ちょっとやるでしょ。やります、やります。素晴らしい。いや、久しぶりのジグスト魚。はい、こんな感じで。周平くんもちょっと、はい、8分の3オンスに、はい、4パチ、これで、わかりました、やってみましょう。はい、あと2分の1でもいいんだけど、あとあえて言うんだったら、こういうみんなが打つカバーじゃなくて、今投げたのはこういう、しかも岸ショートで届いてないぐらいでいいかな。岸際タイトはもうみんな上手い人が上手く誘ってるから結構擦れちゃってて、それよりその中層でたまたま自分の気づかないスタンプなり立ち木なりに寄り添ってるやつが、うん、こんなとこルアー泳がねえべみたいな感じで食ってくれるのがでかいサイズ。初めて見たジグストの釣り、ちょんちょんやってるだけに見えんべ。案外釣れんだよこれ。いやー、でも自信なかったわ。なんか本当当たり出せないし、ないわーって思い出してたから。釣れてよかった。今のは一冊ブルフラット修理だよ。今まで幾度となく修理してきたね。案外ね、まあそのワン、まあ強力なだけにもダメージが半端ないですね。半端ない。おしゃしゃしゃ、おしゃ、たもたも。お、ちょっと大切に、こう大切に、これ大切に、こう熱い。イエーイ、ジグスト、ありがとうございます。釣れましたよ。やったかい、やった。よし、4パチですね。4パチに変えて、はい、おー、ジグスト強数。初じゃないですか、こういうちゃんとしたジグストで釣れたのは。いやー、綺麗、ありがとうございます。スピード、はい、ありがとうございます。はい、ジグスト教習、ちょっと終了。入門生にはなれたかもしれない。入門、はい、ありがとうございます。タックルは、これはアル
ダバランの MGL あ、はいはいはい、のハイギアに、はい、もう大好きノースフォークコンポジット NFX の今回は66の MH ミディアムヘビーなんだ ね、はい、で、コンツアージグのこれ、はい、多分あれですね 7g の方、はい、で、田中さんが 4.8 にするたんで自分も48に付け替えてなんかね、はい、うん、48効いてるね効きますね、うん、はい、じゃあどんどん上流探検していきましょう、はい、ありがとうございます。